ウォルフ・キッシュナー還元は、ケトンやアルデヒドのカルボニル元をヒドラジンによって還元してメチレン元にする化学反応のことである。1911年にロシアのニコライ・キッシュナー、1912年にプファルツのルートビヒ・ボルフによって独立に発見された。ハラ法はカルボニル化合物をヒドラジンと反応させてヒドラゾンとした後、塩基と共に空間中で、 加熱誘拐するというかなり厳しい反応条件であったが、1946年にコーナル流によってカルボニル化合物とヒドラジン水和物をエチレングリコール中で水酸化カリウムを触媒としてヒドラゾンを単離することなく反応させる改良法が報告された。また溶媒としてジメチルするホキシドを使用すると室温付近の温和な条件でも反応が 進行するという改良法も報告されている。反応機構は、ヒドラジンとカルボニル化合物が反応して生成したヒドラゾンが塩基により異性化してジアゼンとなった後、塩基により窒素上のプロトンが引き抜かれて窒素分子が脱離するフラグメンテーションが起こり、生じたカルバニオンがプロトン化されてメチレン元に還元された生成物が得られるというものである。 ヒドラ人誘導体であるセミカルバジドも同様の反応を起こす。創設、トット、DORG、リアクト、1948、4、378、RU、ニコライ・キシュナー、NJ ラス、ケム、ソーク、1911、43、582で、ルートビヒボルフ・ハットボルフ、L1、1912、394、86、 ありがとうございます。